フリー峠は、ノルウェーのオスロガーデモエン空港への空港連絡列車である。1998年に開業したノルウェー唯一の高速鉄道であり、営業最高速度は時速 210km に達する。オスロ中央駅までを10分おきに最短19分で結び、半数はさらにオスロ西方のドランメン駅まで乗り入れている。運行主体は、フリーゲ株式会社で、 1992年にノルウェー国鉄の子会社として設立され、現在はノルウェー貿易産業省の所有する国営企業となっている。オスロ中央駅とオスロ空港駅等19分で結ぶノンストップ便とオスロ西方のドラン面から途中オスロ中央駅を含む7駅に停車して、オスロ空港駅に至る観光便の2種類がある。平日は、 この2種類が10分おきで交互に走っているが、土曜日、日曜午前、夏季などはノンストップ便がなく20分おきの運行になる。オスロ空港駅からが X6 分、オスロ中央駅から空港方面が X5 分に発車する完全なパターンダイヤとなっている。オスロ中央駅から空港までは高速新線のガーデモ線を使うが、 西方面へは19世紀後期に付設されたドラン面ン線を走行する。ドラン面ン方面へは駅間が短いことも相まって表低速度が時速 90km 以下に落ち込む。現在、ドラン面ン線の高規格平行線としてアスケー線が付設中であり、2005年には第一機区間が改良し高速化された。2009年には540万人がフリート上を。 利用し、これは空港への地上輸送のうち36%のシェアに当たる。ノルウェーの国内鉄道旅客数及び、延べ旅客量のおよそ1割を占める。定時運行率は96%であり、ノルウェー国鉄の列車がおおむね80%前後であるのと比べて高い水準である。輸送容量が逼迫しているオスロ近郊で、 優先的な運行が行われていることが理由の一つである。運休は0.24%のみである。フリー峠はあくまで空港アクセス列車であり、乗客は必ずオスロ空港駅を発着しなければならない。すべてが自由席であり、乗車券は自動販売機で購入するか、またはクレジットカードを利用したい、e、いチケットを利用する。窓口で購入することもできるが、 手数料30ノルウェーグローネが加算される。E チケットは乗車前にプラットフォームにある端末に直ストライプを読ませオセロ空港駅で降車後に自動改札に読ませることで決済されるというものである。乗車前に読ませていない場合はドラン面から乗車したものとみなされる。一方空港から乗車する場合には乗車前に直ストライプを読ませてから行き先を指定することで 決済される。あらかじめ、クレジットカードを登録しておけば、メールで明細を受け取ることができる。乗客の半数が、いいチケットを利用しており、45%が自動販売機で購入している。高齢者、未成年者、学生、年金受給者、軍人などは、半額の割引料金が適用されるが、いいチケットの場合には適用されない。 ノルウェー国鉄もオスロ空港ドラン面間を含む列車を運行しており、アイツボールからコングスベルグまでを結ぶ近郊電車とリレハンメルからシエンまでを結ぶ長距離列車がそれぞれ1時間に1便ずつある。それ以外にもオスロ中央駅とトロンハイムを結ぶ急行列車がオスロ空港駅にも停車し、1日に夜行1便を含む4便が運行している。 フリー峠と国鉄は別会社であり、それぞれの切符は独立している。外して国鉄の方が安価だが、学生割引の場合にはほとんど差がなくなる。オスロ中央駅にて出発を待つ GMB71 型電車71型電車の内装、アドトランプ製 GMB71 型電車を使用している。これは、スウェーデン国鉄の X2000 に用いられている。 SJX2 を元に設計された車両だが、X2 とは違って、動力分散方式を採用している。またノルウェー国鉄73型電車とほぼ同じ仕様だが、車体傾斜機構を省いたことと内装に差がある。最高営業速度は時速2 1 0トルである。車両はユニット方式で、現在1ユニット4両で構成されているが、 これを3ユニットまで連結して運行することができる。通常、フリートゲでは2組連結した8両で運行している。開業時には1ユニット3両からなる16ユニットが国内で製造され、1997年から1998年にかけて14億クローネで納入された。その後2008年9月にすべてのユニットが中間車1両を増結し、 定員は4割増しの244席となった。客室は余圧式になっており、トンネルを高速で通過する際の快適性が高い。上降口に高低差がないものの車内には段差があり、公共におけるアクセシビリティポリシーに反するという批判がある。姉妹車両の国鉄73型のトラブルが多いのに、対し71型のトラブルはほとんどない。 これは73型が参観を含む古い路線で運用されているのに対し71型は路線の設備が良いためである。唯一2004年1月24日に披露したベアリングから発煙したため1ユニットが運休となったが数日中に全ユニットのベアリングが交換された。1992年10月8日、ノルウェー議会は ノルウェー東部に新しくオスロ・ガーデモエン空港を建設するとともに、そのアクセス手段を鉄道とすることを決定した。それまでのオスロ・ホルネブ空港は、オスロ市のすぐ外に位置していたが、オスロ・ガーデモエン空港は、オスロより 50km も北で、既存の公共交通では到達できなかった。空港自体の建設費が税金に依存せず、 オスロ空港公社の交際で賄われたのと同様、このアクセス鉄道もノルウェー国鉄の子会社 NSB、ガーダーモブノン AAS が付設し、運行会社からの線路利用料で経費取り損を賄うことになった。線路付設は1994年に始まったが、1996年になると、ノルウェー議会が列車運行も同じ会社になることを決定した。ガーデモエン空港は、 オスロから北へ向かうホーブド線に面していない。ホーブド線はリレストロムまでは小さな駅が多く輸送量も過密であり、またそれ以北では単線であった。そこでオスロからリレストロムまで伏線のバイパス線を並行させ、さらにクロータから空港を経てアイツボールまで新線を引くことでホーブド線を保管させることを狙った。アイツボル駅は空港から1 6北にあり、 ドーブラ線に接続して、リレハンメルやトロンハイムから空港へのアクセスを可能にする。この 64km に及ぶ線路はガーデモ線と名付けられた。ノルウェーの高速対応路線としてはすでにエストホル、線路 C からモスに至る区間があったが、この 35km の区間は短く運用上の問題もあって、時速 160km を超える高速運行は行われていない。 したがって、実質的には、ガーデモ線が、ノルウェー発の高速鉄道路線と言える。ロメリケトンネルの上に位置し、工事中に、水位低下が起きたリュトバンコロメリケトンネルは、ガーデモ線付設にあたって、最大の難所だった。これは、オスロ中央駅近くのエタアシュタットからリレストロムまで 14.58km に、及ぶノルウェー鉄道最長のトンネルであり、地質学的に、 不安定な東部森林地域に位置している。1997年トンネルからの大規模な湧水事故が起こり、湧出量は最悪で毎分3000リットルに達した。その結果トンネルの上に位置するルトバン湖やノードリー、プトジャン湖などの水位が大きく下がり、周囲の住宅が地盤沈下による被害を受けた。ノルウェー水資源エネルギー局は地下水湧出を止める。 行政指導を行った。油水を止めるために、ローカギルという注入剤が使われたが、重合不良で油水を止めることができなかっただけでなく、周囲をアクリル網戸で汚染する結果に終わった。最終的に除染とコンクリートによる修復とで、トンネル建設は1年遅れた。フリー峠は新空港と同じ1998年10月8日に開業したが、 この時ロメリケトンネルは工事の遅れから開通しておらず、オスロ中央駅からリレストロムまでは従来のホーブド線を通ることになった。ホーブド線の輸送容量が逼迫しているせいで列車を1時間あたり2本しか走らせることができず、これはロメリケトンネルが開通した1999年8月22日まで解決しなかった。 当初43億クローネと想定されていた建設費は最終的に77億クローネに膨れ上がり、このうち13億クローネは湧水対策に費やされた。これに車両14億クローネと利子9億クローネを加えた100億クローネが NSB ガーダーモブノン社の負債となった。政府は2000年4月に営利企業として当初想定していた通り運営することは 不可能だと提案し、6月に議会がこれを承認。2001年1月1日からフライターゲット社に改名し、線路その他の設備は鉄道庁に関する一方、列車の保有と運行は NSB の子会社のまま継続することになった。負債は国が負担し、これを支払う目的で新たに自動車税が課せられることになった。さらに2002年12月9日、 フリー峠車を交通通信省が直接所有する別会社にすることが議決された。2004年7月1日、省庁改革により貿易産業省に移管された。ドラン面線の平行高規格線として付設中のアスケー線のうち2005年8月27日3日化、アスケー管が改良し、アスケーへの所要時間が短縮された。 第2期リサ系三日間は2011年開業の予定でリサ系異性の所要時間を7分短縮する見込みである。さらにドランメン線アス系異性の改良が行われた結果2009年8月30日より1時間あたり3本のアス系域のうち2本がドランメンまで運行することになり2010年1月10日からは3本ともドランメン域となった。 1999年、鉄道王朝の職員1名が死亡する事故が起きた。一時的に速度が時速8 0トルに制限されているところをフリー峠が時速1 6 0トルで運行したためであり、フリー峠車は速度制限の連絡不十分の責めを問われて罰金処分を受けた。事故統計には含まれていないが、死亡事故としてそれ以外に数件の自殺があり、 列車の運行が数時間遅れている。2000年1月、ガーデモ園で回送列車が脱線する事故が3回起きた。1回は運転士の居眠り、2回は赤信号の無視が原因だった。2001年に自動列車制御装置が装備されてからは、この種の事故は起こっていない。全便が運休となる事故は、2000年6月17日に、奈良屋具駅で、 国鉄の73型列車が車軸の疲労により脱線した時のみである。この時、国鉄の73系列車が翌月まで運休したのに対し、フリー峠は翌日には運行再開している設備不良に起因する列車の遅延は何度も起きている。オスロより西方の古い路線で多く、鉄道庁は2008年に1億クローネをかけてオスロトンネルを回収した。 しかし、新設区間でも問題は起きており、支援や運休が起こっている。オスロの警察が取り締まっているにもかかわらず、スリは開業当初から問題になっている。従業員による妨害行為にもあっている上、切符販売員による総額100万クローネの横領事件も起きた。これは、プリンタの電源オイル切れすることで1回の課金で2枚の切符を印刷できるということが原因であった。 ありがとうございます。